今日はゾゾタウンで買った服でデート服ルックブックをしていきたいと思います。普段 T シャツとズボンばっかしか買わなくて、ちょっと小切れにしたいとかおしゃれにしたいときにそういう服がないってなってんだ。だから今季のそういうのをちょっと買いました。でこれ4月にあげたかったんですけど、ちょっと商品が全部揃うのと、あと私が最近めっちゃ体調を崩しててそれでちょっと遅れてしまってごめんなさい。でこの1ヶ月ダイエット頑張ってちょっとリバウンドして66キロぐらいまで行ってんけど、63に戻ってきてるんですけど、もうお腹がまだまだボヨボヨなので、また次のルックブックではお腹が引き締まったように頑張りたいと思います。ってことで始めていきたいと思います。1着目はババン、ゆるふわ系ファッションです。今回はですね、普段と違ってシチュエーション別で外でちょっと撮影してみたので、その様子とコーデ紹介をしたいと思います。なので外に行きます。ババン1着目のこのコーデは、まあ多分公園デートとかにすごい良さそうかなって思いますこれから公園とかも行かれる皆さん多分多いですよね。1着目のトップスがミスティックで、スカートがチャオパニック、これが2つがZOZOで買ったやつで、靴とバッグはもう普段自分が使ってるやつで用意したんですけど、この組み合わせに正味グレーじゃなくていいと思うんだけど、自分もなんかふわふわ系で白と黒が持ってるから、グレー買いましたっていう報告でさせてもらったんですけど、でもこういう組み合わせとかやったら黒とかでもすごいいいのかなって思ったりで、このトップスが自分的に今回めっちゃ可愛いなって届いて思ったやつで、その画像で見たやつよりも可愛いなと思って、なんか透けてるけど上品めトップスって感じで、もう白もねちょこっと開いてますね。結構着てるものまで見えるけど上品って感じで、この腕周りがめっちゃヒラヒラして可愛いな。ごめん、めっちゃこの日眩しかったからめちゃ眩しそうな顔がどこどこ映んねんけど、天気がいい日にこのヒラヒラトップスがこうヒラーンって待ってね、儚げな印象を与えれたなって思うトップスですね。あ、このデートならたこ焼きデート行ったけですよね。たこ焼き食べるしかないようなコーデですもんね。みんなもこのコーデでたこ焼き食べてね。で次2着目は大人っぽきれいめコーデですね。めっちゃ大人っぽくない？次はお昼に待ち合わせして、多分ランチデートとかにすごいいいのかななんて思ったりしてね、天気がいい日に、ちょっとこのトップスが入るかなって。で2着目のこの上のトップスがセレクトモカで買ったやつ で下に着てるワンピがワンアフターアナザーナイスクラップっていうところの、これなんかマルチで使えるワンピって感じで、なんかトップスもついてきてんけど、今はちょっとワンピのやつを着てます。てかこの石像たち何って感じじゃない？何かわからんねんけど、なんか置いててんな。やっぱ街中とか友達とか、インスタとかのそういうファッションとか見ても、夏場とかにさこういう黒ワンピ1枚持ったらなんかすごい万能なんやなってめっちゃ思うねんな。っていうことで夏場に持ってこいの1着と、で自分普段すごいシンプルファッションが多いから、こういうのになんか1着こういうなんかリボンのなんかこう薄いおしゃれなカーディガンみたいなの持ったら入るんかなと思って、これなんか普通に T シャツとかさ、あとこれ今回スカート入ったけどズボンとかもすごい合いそうやなって思って、すいませんやっぱ使えるものってなったら黒系を結構買ってしまうんやけど、で自分イエベ春やから、そういう黄色とかの声の入るかなと思ってね。だからランチデートにすごい良はずやろ。ランチに何食べる？とんかつ食べる？あ、でも待って、ヒレもめっちゃいいけど、待って、ロースもめっちゃいい。待って、どっちにしよう、どっちをとんかつにしようとかって言ってね、とんかつデートとかにもすごいいいかなって思うファッションですよ次3着目、割とラフめなファッションで、これ外で撮ったらすごいいい感じに映えてんな。ってことでじゃじゃん、3着目はですね、居酒屋デート前にストリートスナップに声かけられたい人コーデです。トップスがビートルズのトップス、スラッシュデートっていうお店なんかな、にスカートが、さっき1着目で着たチャオパニックですね。で靴とかバッグは持ってるやつです。多分ストリートスナップっぽい人おるな、あそこに。全身がグレー目なんで白系の靴を履きました。でこのスカート、ふわふわ系スカートやけどガーリーすぎず、これなんかデザインがすごい可愛いねんの。多分下になるほどにこうフリフリにしてるから、なんかそういう甘めって感じにならんのやと思うねんけど、可愛いねんな。ちょっと自分168センチ身長があるから、ちょっとこれ短いかなって思ったところもあります。でこのスカートゴムやねんけど、尻がもう100センチ近くあるから、いや入らんかったらどうしようって通販のスカートとか見るときは思うねんけど、可愛くてもな。でもこれゴムやから全然入った。でなんかビートルズの T シャツすごい可愛かってんな、すごいめっちゃインパクト強いです。だからこれ何ビートルズ、ビートルズなんやとか、それだけで一つ話が生まれるかなとかって思ってね。でこれずっと関係ないねんけど、こういうなんか斜め掛けのちょっとこうコンパクトに入れるバッグとかやったら、今日ちょっとこうでしまらんなっていう時に斜め掛けしたら、なんかすごいなんかいい感じになったかもっていうことが多いから、こういう斜め掛けのちょこっとしたバッグすごいおすすめ。こんにちは、スイートスナップなんですけど、
皆さんすごく素敵だったので、よかった雰囲気のショットとかを撮らせてもらえたいかなと思って。そうなんですね、はい、聞いたことあります。あ、ありがとうございます。じゃあ、冬中のショット撮らせてもらうんで、そのままそこへ入れてください。行きまーす。はい、3、2、1。続いてのコーデは、ちょっと女の子らしいラフさのかっこいいみたいな。こちらはですね、割と仲良くなった後のサイクリングデートとかにちょうどいいかなと思います。一緒に森の中駆け巡ろうよ、言うてね。上のトップスがボンルシールっていうところで、下のズボンがジャバっていう、多分 ZOZO とかで検索かけたら結構出てくるところのブランドです。で、靴はさっきと同じオニツカタイガーです。オニツカタイガーのこの靴可愛いね。でね、このジーパンのラインのところがちょっとモフモフが毛がついてる感じの、ちょっと洒落てない、そういう毛一着持ってたらなんかシンプルな服でもなんかちょっとにぎわうかなとかって思いまして選んでみました。で、サイズ展開も広くて、自分 X ラージサイズにしてんけど、ちょっとこれ大きかってんな。そう、だいたい物買うとき一番でかいサイズ買うねんけど、なんかちょっとブカブカやったら、え、なんか細くなったんかなとか思うけど、そういうわけじゃないっていうね。で、このトップスは、まあ、このサイトのモデルさんがなんかパリジェンヌみたいな感じで可愛かったから、あ、なんか自分も着たらパリジェンヌっぽくなるんかなって感じで買ってんけど、腕のところがこうプチュッとして、でなんかこうパールっぽいのがついてて、女の子らしいかなーっていうと、あと色がそういうイエベとかの人にすごい合うかなーって感じの色で可愛いな。シンプルだけど色味があって顔もパキッとして可愛いかなーって思うコーデです。で、続いてなんですけど、次がちょっとあのシチュエーションが用意できなかったので、いつも通りな感じで撮ってます。一着目、じゃじゃん、こんな感じです。自分にしたらめっちゃ女の子っぽいって感じやねんけど、これモーメントプラスというところのトップスで、あのオフショルとかにもなるらしいんだけど、まあ、自分はねそういうキャラじゃないからちょっと知らんねんけど、でなんかここにさこういう紐あんねんけど、これってここをこうやって結んで、ここやって結んで長女結びにすんねんって。急いでる時とかめっちゃブランブランしながらなんか電車でこんなんしてそうやねんけど。で、このズボン結構可愛いなと思うねんけど、これジャバっていうところの、ZOZO で結構有名なのかな、これの X ラージサイズを頼んでました。上がフリフリやけど、下がちょっとこうあのジーパンでちょっとなんかボーイッシュな感じでバランスがよく、ちょっと女の子らしくて可愛いかなと思ってこんな感じにしました。すごい、イチゴめっちゃいっぱいある。え、これイチゴ狩りってこれ全部食べていいの、これイチゴ。え、すごい。じゃん、次はこれですね。ここ可愛いな、割と自分らしいかなって感じの服です。全身黒っぽいのに白いの合わせるの。今回結構履いてる靴がこれ、オニツカタイガーの靴です。可愛いな、これなんかアシックス、ちょっとアシックス味あるような。オニツカタイガーってアシックスやったっけ、セットっけ。ちょっとおしゃれになった体育館シューズって感じで可愛い。これ韓国のなんか雑貨屋さんで買った帽子に、これワンアフターナザーナイスクラップっていうところのあのワンピやねんけど、これめっちゃ万能やねんな。使い方いろいろあって、まず普通にこのさ着方でもいいけどさ、このここがさ脱いで分かれんねんな。なんかそういう違うカーディガン合わせたい時とかにちょうどいいかなっていう。あ、お腹周り出す子とかやったらさ、あのこういうファッションとかでもすごい可愛いのかなって思いました。自分はちょっとあれなんですけど、こういう着方もこういう着方もできるからすごい可愛いかなって思いました。まあ、これはなんか水族館とかにすごいいのかなと思ったし、やっぱ水族館ってやっぱ魚が主役なんで、私めなんかもなんかまあもう黒服着て本日の主役は魚たちですって感じで、まあ、魚とかにも配慮できるあの女だぞっていうのをすごい伝えたいかなって思いますね。へえ、水族館ってこんな魚綺麗なんやな。へえ、すごい。へえ、すごいな、魚綺麗。へえ。じゃあ、ルックブック見てくれた皆さんありがとうございました。バイバイ。ありがとう。バイバイ。バイバイ。見てくれてありがとう。バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。そのルックブックをちょっとストレート撮ってみたいなっていう気持ちがあってんな。最近ちょっと体調崩したんですけど、ちょっと
これからいろいろ上げていきたいと思います。そして最後に告知なんですけど、6月にちょこっとゆるオフ会をさせてもらいます。6月1日に東京、6月23日に大阪で開催させてもらいます。今回はスタンドやでっていうカフェ屋さんをイメージしたオフ会で、今回はイベントって感じで、こう私がこういっぱい話すトークショーって感じじゃなくて、休日にコーヒースタンドにフラッと立ち寄るような感じで、まあ、視聴さんとゆったり過ごしながらお話できたらいいなと思い、実際にカフェ屋さんで開催させてもらいます。ほんまにもうカフェ屋さん行ったらマミヤでおるから喋ったわっていうような感じの激ゆるオフ会をイメージしてます。まあ、カフェ屋さんで一緒にお話ししたりとか、あとカフェブースやグッズや、あと奇妙なガチャガチャなんかもありますので、ほんまにもう休日にフラットカフェ行ってきたわっていう感覚で来てもらえると嬉しいです。で、入場時間がこちらになります。いろんな時間帯がございまして、その当選したチケットに書いてる時間内でこの時間カフェに滞在していただけますって感じです。チケットにはあとドリンクとノベルティがついてきます。で、フリー入場と書いてるところは私はいないんですが、スタンド屋でどんな感じなんやろうって感じでこう行ってみたいなって方がいらっしゃったら、展示ブースなどがございますので、まあ、よかったら遊びに来てください。ただ混雑したりとかでお並びいただく可能性があるのと、私がいないっていうことだけお伝えさせていただきます。チケットが明日の5月9日から先着ではなく抽選で応募を開始させていただきます。もしよかったら遊びに来てください。普段やっぱその画面越しに、まあ、お顔とかが見えないからこそ、こう実際にお会いして話したらもうなんかめっちゃ元気もらうねんな、ありがとうってなってから、オフ会楽しいってなって定期的に開かせてもらってるんですけど、この日空いてるなって方がいらっしゃったら、もしよかったら遊びに来てください。ということで、動画見てくれてありがとう。バイバーイ。ありがとう。